おおははよよううごござざいいまますすす田哲也でで水谷かなです、えー、フランスの哲学者フッサールの現象学について語っております。はい、朝からこんなこと言っとるなしゃべっとるのは私どもだけでございますが千曲戦将田口茂さんという哲学者の方がお書きになりました「現象学という思考」えー「私とは現象である」と。はいえ 何かこう自然に流れない時不自然な時唐突にこの現れてくるものそれが私であるというねだから私というのはあの失敗した時に「あなんて俺は!」ということで出てくるという,う、はい、その「俺」が次々つながってくるんですけどもそれは不自然な時に現現れる現象だ,というだからいつもは「俺を忘れている」。 忘れてますはな、そういやね。あんまり俺っていうの私っていうのをねそういう流れなんだということもう一回話を振り出しに戻す感じになりますが第2章「流れの中で構造をつかむ」という現象学の考え方いきましょう、はい、確かであるとはどういうことなのか。 確かさを背後から自明なもの当たり前のものが支えているその当たり前に謎があるこっからややこしいですよややこしかねえんだけど当たり前すぎちゃってねここに一つのサイコロを置いてみようサイコロというものはそのすべての面を一度に見ることはできない、はい、当たり前だよね、うん、無論展開図にすれば全面を見ることができるがそれはサイコロではない転がりませんから展開図にすると、はい そのサイコロをやや斜め上から見た時、えー、1と2とその上に4の面が見えているとはい1と2とその上に4が見えているすると我々はすぐにさあ加さんに質問しますよはい見えてない部分について私がえー、質問しますえー、見えてない部分は何なのかどんな数字なのか答えてください見えている1 その一の裏側には何いくつの数字がありますか裏五え違いましたっけ表と裏合わせると六とかじゃなかったでしたっけえ,えっと <laughs> 違ったからえっと、表と、えー、裏合わせるといくつになりますはいえいくつえごめんなさいもう教えてあげる七になるでしょな七か七ですよ七、ね、か,そか,そかうんですから一が見えております一の裏側は真裏は六はい二の真裏は五 4の真下にあるのは3ということですね。だ,ねだから私たちは絶えずそんな風にして見えてる面と見えてないのをその勝利合わせれば7になるという構造で見るわけです。はい、一瞬も疑わない。1の裏側にはあの3があるとか4があるとか思わない。1の裏には必ず6があると見るわけですな。はいこれを 流れの中で私たちは構造を掴んでいると。そんな風に考えてくださいね。私たちは物を見るときそのものの現れているところと現れていないところを経験として把握してそのものを知るのである。物を知るとはその物の運動、流れる現象を知ることに他ならない。ですから、先週お話したい。 何か不自然な何かヘマをした時に私が現れるそしてヘマをしたことに関していくつもの私を裏表で思い出すんですな、はい、つまり私とはヘマした時に現れる現象なんですよ。<ー>俺ねこの言葉はね内田先生の構造学の哲学の本で読んでてすっごく嬉しかったんだけど。金さんあの 人間は間違った時のみ個性的ですっていう言葉を見つけた時なんだよ。いい言葉だと思わないはい。聞くと安心します。だろだよねー、みたいな。思わない、えー、人間は間違ってない時って何にも個性がないのよ。人間は間違うことによって個性を作っていくんだよ。 わあなんか過去の自分の間違いをいろいろと今それが今の自分を作ってるもんだ、ね、そうそうそう,そうつまり正しい答えでは個性は作れないのよ間違ったからこそ個性が生まれるんですあ深いこれみろ哲学っていいでしょ、はいね、でこのフッサールが言っている現象学も同じことを言ってるんですよ。ね、私たちはその流れれの中で現れて えー、来るそういう現象なんだと、えー、私たちはその例えばここからが俺だ赤鉛筆ちゃんと書いてある、はいね、本には書いてございませんもうわかると思うけどカンさん例えば映画見に行くじゃん、はい、最近一発でわかると思わないあシ CG っていうああそうですね CG っていうのは考えてみると、うん、本物そっくりな映像なわけですよ。はい。そのために CG がある、コンピューターグラフィックスでしょはい。ねえ。で、平面を3次元画像で描けて、CG っていう映画作りが始まったわけじゃないですか。うん、はい。例えば、えっと、アナと雪の女王。あー、あの世界はすごいですね。すごいですよね。ね<ー>ただ、うん あんだけ本物そっくりに動くまあアナと雪の女王ですけどなんであんなに小顔の頭でっかちのお人形さんにしちゃったんだろうねあ<う>そこ不思議でしょはいさあアナと雪の女王を哲学しましょう、えー、この続きまた明日のまな板の上で武田鉄矢「今朝の三枚おろし」 おはようございます。まだかなが笑っております。大丈夫ですか大丈夫だよ。お大事になさってくださいっ。タイミングが悪かったんだよ。はい、はい。はい。続けますよ。はい。ね、えー、昨日は、えっと、本物そっくり、もう動きは確かな CG 画面ですね。私たちは、それが CG かどうかって、もう最近では一発でわかるようになる。はい。それで、本当に面白いんだけど、CG だと何が起きても あんまり迫力感じなないいと思わない、まあ、ある意味安人間がすっ飛ぼうが潰されようがう空を空中を飛んでいこうがう、はい、ハラハラもドキドキもしないでもそれは逆の意味で言うとうー CG の本位じゃないよね,ね本物そっくりに見せといてハラハラドキドキさせるために生まれた CG なのにー CG ともう目はすぐ見抜くそしてちっともハラハラドキドキしない。はい この辺不思議だよな昨日話に出したのは「アナと雪の女王」はい、人間ののの動きそのものですよねいや下手したら人間よりうまいんじゃないかっていう雪の女王あのドレスの裾のひらひらとかの変化とか数秒のうちに凍りゆく「床面とか、はい、その後の「ベイマックス」っていうの大ヒットですけど、はい、もう本当に。 にあのロボットの動きから少年の動きもう人間そっくりである、えー、それぐらい本物そっくりなんだけど、はい、まあ私たちはあ CG っていうこの矛盾は一体何なのか、はいえー、例えばであります、えー、文章を読んでみましょうね私の書いた文章であります「雪の女王が歌いながら氷の城を歩く時」 えー、女王の姿はカメラに対して見え隠れの流れのうちに動くのである。こう、回転したりするとお顔が隠れてまた出てくるという、もう流れですよね。で、CG はその女王の動きが転がるサ,あサイコロのように、数式に変換されて動画化されている。つまり、あの動きはズバリ言うと数学の式、数式が支配しているのである。 私たちはあの本物そっくりの動きをすぐに CG と見抜くことができる。なぜだろう。あまりにも矛盾がないんですよ。はい。そう思いませんか。はい。ズバリ言うと CG の動きには裏が感じられないんですよ。裏がサイコロの1が見えたとき裏は何ですか6。2が見えたとき裏は5。そうなんです。 CG にはそれが感じられない。ほ<ー>裏を感じないんですよ。裏を感じない。そう思わない。だからこそどっかで、あ CG かと思っちゃう。うん続けましょうね。確かさを支えるこの当たり前には、現れていないものが広がっている。そうですな。うんあなんかこう、ものを見るとき、家一軒見るときに、 家が張りぼてだとは思わないちゃんと裏口があると私たちは思う、はい、うい裏現れていないものがあると思う CG が本物そっくりであってもそのそっくりが逆に本物でないなと直感してしまうのはこれには裏がないとどっかで思ってしまう、うん、例えば CG で海が登場するじゃん波がこう立ってはいなんか 魚が泳いでなさそうな気がするんだよな CG の海って<ー>生き物の匂いとか気配とか、はい、そう匂いがないんだよ、うん、CG 画面には「アナと雪の女王」もそうでしょうん、なんかねこう氷の世界があってお家の中入っていくと暖炉で火が燃えてるけど、はい、熱を感じないんだよそうですね,、うん、ねええー、つまり、えー、CG の世界は なんていうのかな、こう、当てが外れるという可能性がほとんどない。うん、なんかこう、きちんと全部計算されているという。あの画面を見ている限り、何も考えなくていいんですよ。うん、サイコロの1の裏は六、2>, 2の裏は五、そんなことがないんです。はい、つまり、裏を考えなくていいんです。表だけを見ているという。うん、なんか、 そこの確かさの違いが私たちの中で世界が広がって見えないなんかこうのりしろを感じないんですよね、はい、CG は見えてる人だけが人なんですよその違いを私たちはなんかこう肌で知ってしまうんだな、はいうん えー、世界は相関関係で動いております例えば自分の乗っている列車が動き出したこの時窓外の列車が動いていても私の列車が走り出したとは限らない、うん、これちょっとややこしいけどそういうのない、はい、動いたと思ったら何のことはない隣の列車が動き出したんで自分が動いてるよに思ったけど動くっていうことを実感するためには その動くものと動かないものがない限り動いてるってことを確認できないわけじゃない、はい、ホームが動かないから列車に乗ってる私が動くと列車が動いてるんだよね、うん、なんかそういう相関で世界構造が見えてるんだけど、はい、CG にはそれがない、はい、つまり CG は一つの窓からの世界を描くことができるけども 二つの窓から世界を描くっていうことができないといういややこしいけどどうですか？だんだん分かってきました。よし、これからね面白くなりますんでねこの続きまた明日のマネー畑でうわーああ木車見てね。<laughs> 武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます武田鉄矢です。おはようございます水谷佳奈です。あの。 私こう偉そううに言うわけじゃないんですよこうやっぱり日本は年が明けてねやっと梅から今度桜の季節になるんだけどやっぱり新年早々から世界史の中で大きく揺れてるじゃないですか、はい、あの中東に行ってあの人命が失われたとかって言いつつも同じその日に崖崩れてこう亡くなられたあの職員の方なんかも中部地方にいらっしゃるんですよね。だから アラブで死んだ人の死は大きく取り上げられて一生懸命町民を守るために発信回ってる町の役場の人の死はその日は小さく片隅にという,う,そ,うそういう流動的世界に住んでるわけじゃないですかそんな時に私たちが物事の価値観に迷った時に昨日話したみたいに動くもの動いていないもの 絶えずそういうものを退避しながら自分の乗ってる列車が走っているのか止まっているのかを判断しようという一つの窓から CG 画面のように世界を見るのは決して良くないっていうなんかそういうものごとの考え方の提案として現象枠というのをなんかで皆さんのお役に立てばとそんな風に思っております続けましょうねはい世界は相関関係で動く単独で動かない CG 画面というのは物の現れ方が規則的に描くことで表現される世界である。規則正しく動くがしばらく見ていると私たちはそれがすぐに人によって計算され CG 画面で描かれた絵だと気づく。そうするとたちまちリアルさを感じなくなる。 リアルを追求した CG 画面はなぜリアルさを失うのだろうか例えばハリウッドのゴジラはいものすごいリアルなんですよ、うん、ハリウッド版ゴジラはね、ええ、でもね母ちゃん悪い飽きちゃう<ー>なんで飽きるんだろうな、はい、どちらかといえば私たちは円谷のゴジラにリアルさを感じるあれがゴジラだと思わない ハリウッド版 CG ゴジラはもうゴジラ以外の何者でもない。こうだよな。あらはゴジラだよな。でもね、ゴジラ以外の何者でもないゴジラを見,見ててもね、私たちはゴジラを感じないんです。人間の感性は不思議ですね。それは三角形が伸び縮みして動いてる像と同じなんですよ。CG 画面のゴジラは。そうですよね。立体はこう動くっていう数式ですから。 一方、つぶら屋のゴジラは何かというと、もう日本中の人が仕掛けは知っております。着ぐるみ。うん、中に人が入ってるんです。はい。ね。ゴジラを演じてるんです。はい。で、その本質は、その中身は人でありますから、時としてゴジラの動きの当てが外れて、人間みたいに動くんですよ、ゴジラが。えー、はい。だから、私たちは、 人間みたいな動きをしたときに、ゴジラに修正してみるんですよ。えそういうことをやるんです、人間は。無意識のうちに。無意識のうちに、今のこけ方に人間に近いな。お<う>本物のゴジラはこんな風に転ぶんじゃねえのゴジラだったらって修正してみるときにゴジラ像が出てくるんです。 ゴジラの動きが様な、様々な動物の人も含めて、ね、ゴジラの動きはそうですよね。ゴリラとかゾウとか、まあ水中を行くときはワニのように動く。そういういろんなものの共通性を持っているがゆえに、その着ぐるみのゴジラは、どこにでもあってどこにもないゴジラという現象で見えてくる。うもう一回繰り返すよ。はい、どこにでもあって どこにもないという現象に見えてくる時に私たちはゴジラをに見えてくるんです、はい、我々は現象の中に見いだされる多様な結びつきの現象そのものの重なり合いを本質として取り出す CG 画面のゴジラが一歩歩く何にも似てないゴジラだから人間にも似てないゴリラにも似てないゴジラだからでも 着ぐるみのゴジラは人間にも見えるし猿にも見えるしゴリラにも見える。はい。だからなおさら修正しつつ我々はそれをゴジラだと思おうと努力する。そのことによってゴジラのイメージができるんであります。で、ゴジラというのは面白いことにこれシリーズを重ねつつ時代の変化等々で ゴジラどんどん形が変わってきてるでしょはいそれを込みで見てるんだようーんところが CG のゴジラは一回作っちゃうと、うん、何にも変わらないんだよ、はい、いやでも CG のゴジラは、うん、なんかもう一回見たらすぐ忘れちゃいますけどあの着ぐるみのゴジラは、うん、何かこう残るうん、うん、っていうのはありますよねね、うん、それはね結びつくからだよ うん、あ何かに例えば、うん、ゴジラカーッと吠えた時に何かあの怒った時の私に似てるとか、はい、そういうものに結びついていくんだよ、はい、ところが CG のゴジラは何にも結びつかないんだよ、うん、ゴジラだから、はい、これでも君が分からないんじゃないかと思って朝4時半から考えたんだコ <laughs> ロッケはえは なぜおかしいかなんだよ。コロッケさんのコロッケですか。そう、これでね <laughs> 明日ねまた現象学の本質をご説明したいと思います。<laughs> 皆さんぜひお付き合いのほど。竹 <laughs> 田哲也、今朝の三枚おろし。おはようございます。竹田哲也です。おはようございます。水谷か香です。昨日は現象学的本質。C G 画面はなぜ私たちにリアルさを感じさせない。 えー、着ぐるみのゴ,ゴジラの方がはるかに私たちはついリアルを感じてしまう着ぐるみのゴジラはどこにでもあってどこにもないゴジラ CG の方はどこにもなくてそこにしかないっていうゴジラだからリアルさを感じない、はい、哲学的な問いになってきましたんで、はい、だんだんかなさんが表情が重たくなってきましたんで <laughs>、はい、この「ゴジラ」という語に「コロッケ」というのを置き換えようという。はい の、ね、のココロロッッケケさんですねなぜコロッケさんのものまねでみんなが笑うのか、うん、なんであんなにおかしいんでしょうね彼はいやそのものまねする対象の人の特徴をちょっとデフォルメして大げさに捉えてらっしゃるからコロッケのドフェあドフェルメじゃないやデフォルメコロッケのデフォルメとは何ぞや,なんぞや それは、さまざまな結びつきなんですよ。だからおかしいんですよ。結びつきうん。例えば、森進一さんの、真、ま、似、あね、もう、吹き出しそうになるだろはい。恐竜森進一をやるじゃない。<laughs> はい。はい。はい。それから、五木ひろしさんのモノマネの時、はい。彼が、あの、ロボット仕掛けひろい、あ,あの、ひろしをやるじゃない。ああ、ありますね。<laughs> あれば、コロッケさんのモノマネが様々なものに結びついているから本質を感じるんですよ。そういえば、森進一さんは一番最もうなったとき、なんとなく恐竜っぽいなあとかっていう、結ばれたもののおかしさが私たちに笑いを誘うんですよ。はい、で、間違いないことは、 森さんが現れておふくろさんを歌うとき、もう笑わないんですよ。それは、うん、あの、森さん本人だから。うん、そうですね。何にも結びつかない森さんだから。うん、コロッケがゲイとして見せるのは、これにもこれにもこれにも結びつくっていうのを見せたときに、私たちは、その人の本質を想像しておかしくなるんですよ。うん、笑うっていうのも実に、哲学的だと思わない なあそんなこと考えて笑ってないですからね普段ねまあ俺もな <laughs> 俺もこのこれを3枚におろすんで思いついたことであってだけど <laughs> コロッケさんのモノマネってそうだよねはいその結び付きが愉快なんだよねはいまさか森さんがあの卵から生まれた恐竜になるとは思わなかったというあのおかしさだよね、はい、北島三郎という演歌界のあの重鎮を はい、コロッケさんお猿のかご屋みたいにやるじゃないか <laughs> お猿のかご屋と結びついたという結びつきがおかしいんですよねはいこの本質と呼ばれているものは多様なケーキの間の結びつきの現象であるっていうつまり結びつきを持たないものは本質から遠くなるんだっていうだ武田鉄矢なんてものまねにもってこいなのは、はい、結びつけやすいんだよ そのくどさといいね言ってることのわからなさが力技で人をうなずかせようとするどこかのあるどこかに潜んでいる無理そういうものがいくつも重なった時に武田ってのがおかしくなるんだよ放送中にくしゃみはするわさいろいろあるじゃんそこが現象として現れるというだから 1>, 1の裏に6が隠れてる2の裏に5が隠れているというそういう結びつきが本質を感じさせるというどうだあれ,あれですよね確認ですけどフッサールさんはゴジラとかコロッケさんのことはお話しされてないですよね えー、それにしても我々の性は核も同一性に魅了されているのである類型を重ねて習慣的行為のモードへそれで己を自動操縦無意識化するのであるこの滑らかな自動的に展開していく経験の流れが妨げられた時突然ある習慣的行為が主体的な注意の対象となるのであると何言ってるかわからないかもしれませんが、はい、私たちはなんか生きてることも忘れないと。 生ききてていいくってことができないんだよね、はあ、そうだよね,ね毎日「ほら生きてるぞ」って思ってるとんなんか生きているのがすごい重荷になっちゃうんだよね。はい、フッサルさんが言っているその否定的経験に直面した時私はやっと私を思い出すっていうのは確かにわかるよね。はい、だからうまくいってる人は私なんか全然思い出さないんですよ。うん、ね。 なんかすごい言葉だけどあの自我は私は実体ではなくて媒介なのです、うん、私が私という時それは私を統一しまるで実体的につかみうるように思えるが出来事が流れ去ると自我はそういう形を失うのである悩む時私は出てくるんだけど何にも悩まない時 私は出てこない飯食ってしわすな時私いないもんなそうですねあの時私が消えてるんだ確かに私って皆さんこれはやっぱり現象なんですよこの続きまた明日のおネタの上で竹 <noise> 田徹也今朝の三枚おろし。おはようございます竹田徹也ですおはようございます水谷かなです こうフッサールの言っていることってギクッとするんですよね。はい、自我とは出来事によって再構成されたもので最初から自我はいると自我は主張するが自我などというものは出来事が流れ去ると形を失うのであるっていう,う,うこの自我というところに私という文字を置いてください私はずっと守備一貫私として生きていると主張しますが実は 私というのは時々思い出された私であって私がうまくいってる時私は私を忘れてるんでありますね。えー、腹が減って物を食う時私は私を忘れてしきりに口の中に入れたものの味ばっかり叫んで、はいはい、その時に私は消えてるんでありますね、はい、これものすごく難しい言葉が一つだけあって。はい 内田先生の大好きなあのフランス哲学の大先生の著書の中にね「間主慣性」っていう「間」って書いて「主観って書く「間主慣」っていう言葉が出てくるのよ。はい、ほらこの言葉の意味が分かんなくてさ、うん、いや分かんないですよ。お前も分かんないよな、はい、当たり前だよな、はい、こんな言葉で悩んでるの俺だけだよな。間主慣性間主慣性ってなんか人間の弦ですねまあ間と書いて主観 感感これ、フサールの言葉なんじゃないかな。これ、何の意味なんだろうっていう。これ、うまく説明できませんよ。ただ、この本の中に、看守管制のことが取り上げてあって、書いてあったんで、何回も読んだんですが、ちょっとあんまり私も分かってないんですが、哲学ではとっても大事なことらしいんで、はい、ほら、あの道ですよって、親切な人が私に道を教えて、その道を指さしてくれる。 哲学だからややこしいよその瞬間にその人私の間に生じる現象が「看守感性」と呼ばれる赤文字で「らしい」って書いてある。<laughs> えどういうことだほらあの道ですよって指さした瞬間にその瞬間の出来事のことを「看守感性」っていう。 他人と共有される主観性っていうもうお前も疲れてきたよ。<laughs> <laughs> 俺も喋っててちょっと疲れてきたんだけど。<laughs> ただ難しい。ただこう哲学者にとってはこういう些細いな当たり前って大事なんでしょうね。はあ、くどいぐらい章で感主観性について述べてある。はいはい、ただ私はね、加奈さんね、はい、こうやっぱり面白いなと思ったのは人間の小さな当たり前ですよね。 あの道を尋ねるでしょ親切な人があの道ですよって指さしてくれるじゃないでその瞬間に私があの道を見て「ああの道ですね」って言うじゃん、はい、この瞬間に何て言うのかなその私はその人が見ているものを見ているっていうことになってるわけじゃないうんう分かりますねえ、はい ということは、一つの主観がそこで、どうでもいいか、君には。<laughs> いや、俺、俺、その、面白い、人間の暮らしの中で面白いなと思うのは、はい、その道がわからない時に、教えてくれる人を見るじゃない。<laughs> えって言いながら。うん、その人を見る限り、その道が分かってない。その人から目を離した瞬間に、 その道が分かったっていう合図になるわけでしょう。おお、あんまあ、そうですね。なな当たり前だけど。うんうんうん。はい、なんかね、そうそういうあれでもこれ以下書いてあるな。ちょっと読むな。はいえー、この監視官は日常では例えばドラマ、映画を見たり、誰かの歌声に釣られたり。 スポーツに興奮したり恋をしたりその人と愛し合っている時に立ち起こる哲学的体験で私たちの自我は他人に取り憑かれる体験を日々繰り返している、はい、この辺は俺何を思って書いたのかねでも必死になってなんか考えたんでしょうね何かね何を考えたのかよくわかんないけどこの辺りすごく苦しかったところですね。<laughs> 大変ですねでもさ <laughs> こうやって考えるとその確かさってものすごく難しいよな、えーはい、ただ確かさを確かさとして成り立たせているその当たり前それをやっぱり見つける考え方なんかそれが現象学であるってこう書いてあるけど。 2回もこの本読まれたんですよねごめんなさい、さっき思わず愚痴言ったんですこれ。1>, <laughs> 1回読んだんだけど後半の方も途中でわけわかんなくなるんですね。<laughs> いやまあ、もちろんあのこの本を選んだりちょっと読みきれない私が悪いんでありますけどもただ、この放送を聞いている1万人に1人ぐらいの人があなるほどって思うかもしれないっていう,うその可能性にかけたんですねわかりにくい話をして申し訳なかったんですけども。いえいえ なんかこう確かさの持っている不思議さっていうその現象学の考え方がなんかすごく私には面白かったもんで、はい、ああ来週からまた大変だ <laughs> <laughs> ちょっと最後の締めはあのだらじなく 空中分解という感じだったですがはい、はい、えー、きれいに3枚におろせませんでちょっとゴツゴツしておりましたが現象学という思考田口茂さんちくま手から出ております、えー、当たり前に潜む謎でございますが謎は謎のまんま終わったようでございましてね <laughs> 来週はもうちょっとうん来週も苦しいんだなこれが <laughs> まあとにかくこの次また来週のまな板の上でり結び付きの現象であるお互いう。つまり結び互きを持たいいものは 本質から遠くなるんだっていう,うだ武田鉄矢なんてものまねにもってこいなのは結びつけやすいんだよ、はい、そのくどさといいね <laughs> 言ってることのわからなさが力技で人をうなずかせようとするどこかのあるどこかに潜んでいる無理そういうものがいくつも重なった時に武田ってのがおかしくなるんだよ。 なっそうですねそこが現象として現れるというだから1の裏に6が隠れている2の裏に5が隠れているというそういう結びつきが本質を感じさせるというどうだあ,あれですよね確認ですけどフッサールさんはゴジラとかコロッケさんのことはお話しされてないですよねお亡くくななりににってるよ <laughs> っくの昔に <laughs> <laughs> さ,さあさん続けましょう、ね <laughs> はい、えー、それにしても我々の性は各も同一性に魅了されているのである類型を重ねて習慣的行為のモードへそれで己を自動操縦無意識化するのであるこの滑らかな自動的に展開していく経験の流れが妨げられた時突然ある習慣的行為が主体的な注意の対象となるのであると。 何言ってるかわからないかもしれませんが、はい、私たちはなんか生きてることも忘れないと生きていくってことができないんだよね。はあ、そうだよね。ね毎日俺は生きてるぞって思ってるとんなんか生きているのがすごい重荷になっちゃうんだよね。はい、サブさんが言っているその否定的経験に直面したとき、私はやっと私を思い出すっていうのは確かにわかるよね。はい、だから。 うまくいってる人は私なんか全然思い出さないんですよ。ね、うん、なんかすごい言葉だけどあの私が私という時それは私を統一しまるで実体的につかみうるように思えるが出来事が流れ去ると自我はそういう形を失うのである。 悩む時私は出てくるんだけど何にも悩まない時私は出てこない飯食ってのせな時私いないもんなそうですねあの時私が消えてるんだ確かに私って皆さんこれはやっぱり現象なんですよこの続きまた明日のおネタの上で <laughs> 武田鉄矢「今朝の三枚おろし」 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。いいか広がって見えない。なんかこう、のりしろを感じないんですよね。はい、CG は、見えてる人だけが人なんですよ。その違いを、私たちはなんかこう、肌で知ってしまうんだな。世界は相関関係で動いております。例えば、自分の乗っている列車が動き出した。 この時窓外の列車が動いていても私の列車が走り出したとは限らない。うん、これちょっとややこしいけどそういうのない、はい、動いたと思ったら何のことはない。隣の列車が動き出したんで自分が動いてるように思ったけど動くっていうことを実感するためにはその動くものと動かないものがない限り動いてるってことを確認できないわけじゃない。はい、ホームが動かないから 列車に乗ってる私が動くと列車が動いてるんだよね。うん、なんかそういう相関で世界構造が見えてるんだけど、はい、CG にはそれがない。はい、つまり CG は一つの窓からの世界を描くことができるけども二つの窓から世界を描くっていうことができないという。ややこしいけどどうですかだんだん分かってきました。よし これからね面白くなりますんでねこの続きまた明日のマネータの上でうわあもうくしゃみ出ね <laughs> 武田鉄矢、今朝の三枚おろしおはようございます武田鉄矢ですおはようございます水谷かなですあの私こう偉そうに言うわけじゃないんですよこうやっぱり日本は年が明けてねやっと梅から今度桜の季節になるんだけど やっぱり新年早々から世界史の中で大きく揺れてるじゃないですか。はい、あの中東に行ってあの人命が失われたとかって言いつつも同じその日に崖崩れてこう亡くなられたあの職員の方なんかも中部地方にいらっしゃるんですよね。だからアラブで死んだ人の死は大きく取り上げられて一生懸命町民を守るために走り回ってる町の役場の人の死はその日は小さく片隅にという。 そう,そういう流動的世界に住んででるわけじゃないですかそんな時に私たちが物事の価値観に迷った時に昨日話したみたいに動くもの動いていないもの絶えずそういうものを対比しながら自分の乗ってる列車が走っているのか止まっているのかを判断しようという一つの窓から CG 画面のように世界を見るのは決してよくないっていう。 なんかそういう物事の考え方の提案として現象枠というのを何かで皆さんのお役に立てばとそんなふうに思っております続けましょうね、はい「世界は相関関係で動く単独で動かない」CG 画面「北島三郎」という演歌界のあの重鎮をコロッケさん、はい、お猿のかご屋みたいにやるじゃないか。<laughs> お猿の籠屋と結びついたという結びつきがおかしいんですよね。はい。この本質と呼ばれているものは多様なケーキの間の結びつきの現象であるっていう。つまり結びつきを持たないものは本質から遠くなるんだっていう。だ武田哲也なんてものまねにもってこいなのは結びつけやすいんだよ。 そのくどさといいね言ってることのわからなさが力技で人をうなずかせようとするどこかのあるどこかに潜んでいる無理そういうものがいくつも重なった時に武田ってのがおかしくなるんだよ放送中にくしゃみはするわさいろいろあるじゃんそこが現象として現れるというだから 1>, 1の裏に6が隠れてる2の裏に5が隠れているというそういう結びつきが本質を感じさせるというどうだあ,あれですよね確認ですけどフッサールさんはゴジラとかコロッケさんのことはお話しされてないですよねお亡くなりになってるよ <laughs> とっくの昔に<笑><笑>さあ、サルさん続けましょうね <laughs>、はい えー、それにしても我々の性は核も同一性に魅了されているのである類型を重ねて習慣的行為のモードへそれで己を自動操縦無意識化するのであるこの滑らかな自動的に展開していく経験の流れが妨げられた時突然ある習慣的行為が主題的な注意の対象となるのであると何言ってるかわからないかもしれませんが、はい、私たちは何か生きてることも忘れないと。 生ききてていいくってことができないんだよね、はあ、そうだよね,ね毎日「ほら生きてるぞ」って思ってるとんなんか生きているのがすごい重荷になっちゃうんだね。と、はい、フッサルさんが言っているその否定的経験に直面した時私はやっと私を思い出すっていうのは確かにわかるよね。はい、だからうまくいってる人は私なんか全然思い出さないんですよ。うん、ね。 なんか、すごい言葉だけど、あの、自我は私は実体ではなくて媒介なのです。うん。私が私というとき、それは私を統一し、まるで実体的につかみうるように思えるが、出来事が流れ去ると自我はそういう形を失うのである。悩むとき私は出てくるんだけど、何にも悩まないとき、 私私は出ててこななないい飯食って幸せな時でも、ね、あとの「ベイマックス」っていうの大ヒットですけど、はい、もう本当にあのロボットの動きから少年の動きもう人間そっくりである、うん、それぐらい本物そっくりなんだけど、はい、まあ私たちは「あ CG」っていうこの矛盾は一体何なのか。はい、えー、例えばであります。 え文章を読んでみましょうね。私の書いた文章であります。雪の女王が歌いながら氷の城を歩くとき、えー、女王の姿はカメラに対して見え隠れの流れのうちに動くのである。こう、回転したりするとお顔が隠れてまた出てくるという、もう流れですよね。で、CG はその女王の動きが転がるサ,サイコロのように、まあ、数式に変換されて動画化されている。つまり、 あの動きは、ズバリ言うと、数学の式、数式が支配しているのである。私たちは、あの本物そっくりの動きを、すぐに CG と見抜くことができる。なぜだろう。あまりにも矛盾がないんですよ。はい。そう思いませんかはい。ズバリ言うと、CG の動きには、裏が感じられないんですよ。裏が サイコロの1が見えたとき裏は何ですか ?62 が見えたとき裏は ?5 そうなんです CG にはそれが感じられないほ<ー>裏を感じないんですよ裏を感じないそう思わないだからこそどっかであ CG かと思っちゃう,う続けましょうね確かさを支えるこの当たり前には現れていないものが広がっている んかこう物を見る時家一軒見る時に家が張りぼてだとは思わないちゃんと裏口があると私たちを思う、はい、う裏現れていないものがあると思う CG が本物そっくりであってもそのそっくりが逆に本物でないなと直感してしまうのはこれには裏がないとどっかで思ってしまう。 うん、例えば CG で海が登場するじゃん波がこう立って、はい、なんか魚が泳いでなさそうな気がするんだよな CG の海って<ー>生き物の匂いとか気配とか、はい、そう匂いがないんだよ、うん、CG 画面には「アナと雪の女王」もそうでしょ、うん、なんかねこう氷の世界があってお家の中入っていくと暖炉で火が燃えてるけど、はい、熱を 感じないんだよ。そうですね。うん、ねえ、えー、つまり、えー、CG の世界はなんていうのかな、こう当てが外れるという可能性がを考えなくていいんです。表だけを見ているという。うん、なんかそこの確かさの違いが私たちの中で世界が広がって見えない。うん、なんかこう。 乗り代を感じないんですよね、はい、CG は見えてる人人だけが人なんですよその違いを私たちは何かこう肌で知ってしまうんだな。はい、うん。えー、世界は相関関係で動いております。例えば自分の乗っている列車が動き出したこの時窓外の列車が動いていても私の列車が走り出したとは限らない。 ここれちょっとややこしいいいけどそういうのない、はい、動いたと思ったら何のことはない隣の列車が動き出したんで自分が動いてるのに思ったけど動くっていうことを実感するためにはその動くものと動かないものがない限り動いてるってことを確認できないわけじゃない。はい、ホームが動かないから列車に乗ってる私が動くと列車が動いてるんだよね。うん、なんかそういうい 創刊で世界構造が見えてるんだけど、はい、CG にはそれがないつまり、はい、CG は一つの窓からの世界を描くことができるけども二つの窓から世界を描くっていうことができないといういややこしいけどどうですかだだんだんわかってきましたよしこれからね面白くなりますんでねこの続きまた明日のマネータの上でうわーあーもうくしゃみ出ね <laughs> 武田哲也、今朝の三枚おろしおはようございます、武田哲也です。おはようございます、水谷佳乃です。あの私こう偉そうに言うわけじゃないんですよ。こうやっぱり日本は年が明けてね、やっと梅から今度桜の季節になるんだけど、やっぱり新年早々から世界史の中で大きく揺れてるじゃないですか。<はい S 1> あの中東に行ってあの人命が失われたとかって、いつつも同じその日に崖崩れて。 こう亡くなられたあの職員の方なんかも中部地方にいらっしゃるんですよねだからアラブで死んだ人の死は大きく取り上げられて一生懸命町民を守るために走り回ってる町の役場の人の死はその日は小さく片隅にという,う,そ,うそういう流動的世界に住んでるわけじゃないですか、はい、そんな時に私たちが物事の価値観に迷った時に昨日話したみたいに 動くもの、動いていないもの、絶えずそういうものを対比しながら自分の乗ってる列車が走っているのか止まっているのかを判断しようという。一つの窓から CG 画面のように世界を見るのは決して良くないっていう。なんかそういうものごとの考え方の提案として現象学というの。が、しばらく見ていると私たちはそれがすぐに 人によって計算され CG 画面で描かれた絵だと気づく。そうすると、たちまちリアルさを感じなくなる。はい、リアルを追求した CG 画面は、なぜリアルさを失うのだろうか。例えば、ハリウッドのゴジラ。はい、こものすごいリアルなんですよ。うん、ハリウッド版のゴジラの、ええ、でもね、母ちゃん悪い。飽きちゃう。うん、なんで飽きるんだろうな。 はい、どちらかといえば私たちは円谷のゴジラにリアルさを感じるあれがゴジラだと思わないハリウッド版 CG ゴジラはもうゴジラ以外の何者でもないほうだよな、はい、あれはゴジラだよなでもねゴジラ以外の何者でもないゴジラを見,見ててもね私たちはゴジラを感じないんです、はい、人間の感性は不思議ですねそれは 三角形が伸び縮みして動いてる像と同じなんですよ。CG 画面のゴジラは。そうですよね。立体はこう動くっていう数式ですから。はい、一方、つぶら屋のゴジラは何かというと、もう日本中の人が仕掛けは知っております。着ぐるみ。うん、中に人が入ってるんです、はいね。ゴジラを演じてるんです。はい、で、その本質は、その中身は人でありますから。 時としてゴジラの動きの当てが外れて人間みたいに動くんですよ。ゴジラが。えーはい、だから、私たちは人間みたいな動きをした時にゴジラに修正してみるんですよ。え、そういうことをやるんです。人間は無意識のうちに無意識のうちに今のこけ方に人間にちげえな。お<う>本物のゴジラはこんな風に。 転ぶんじゃねえのゴジラだったらって修正してみるときにゴジラ像が出てくるんです。ゴジラの動きが様な、様々な動物の人も含めて、ね、ゴジラの動きはそうですよね。ゴリラとか象とか、水中を行くときはワニのように動く。そういういろんなものの共通性を持っているがゆえに、その着ぐるみのゴジラは どこにでもあってどこにもないゴジラという現象で見えてくる。うもう一回繰り返すよ。はい、どこにでもあってどこにもないという現象に見えてくるときに私たちはゴジラをに見えてくるんです。はい、我々は現象の中に見出される多様な結びつきの現象そのものの重なり合いを本質として取り出す。CG 画面のゴジラが一歩歩く。 何にも似てない。どちらかといえば私たちは、つぶら屋のゴジラにリアルさを感じる。あれがゴジラだと思わないハリウッド版 CG ゴジラはもうゴジラ以外の何者でもない。うこうだよな。はい、あれはゴジラだよな。でもね、ゴジラ以外の何者でもないゴジラを見,見ててもね、私たちはゴジラを感じないんです。はい、人間の感性は不思議ですね。それは、 三角形が伸び縮みして動いてる像と同じなんですよ。CG 画面のゴジラは。そうですよね。立体はこう動くっていう数式ですから。はい、一方、つぶら屋のゴジラは何かというと、もう日本中の人が仕掛けは知っとります。着ぐるみ。うん、中に人が入ってるんです、はいね。ゴジラを演じてるんです。はい、で、その本質は、その中身は人でありますから。 時としてゴジラの動きの当てが外れて人間みたいに動くんですよゴジラが、えー。はい。だから私たちは人間みたいな動きをした時にゴジラに修正してみるんですよえ。えそういうことをやるんです人間は。無意識のうちに。無意識のうちに今のこけ方に人間に近いなほ<う>。本物のゴジラはこんな風に 転ぶんじゃねえのゴジラだったらって修正してみるときにゴジラ像が出てくるんです。ゴジラの動きが様まざ々な動物の人も含めて、ね、ゴジラの動きはそうですよね。ゴリラとかゾウとか、水中を行くときはワニのように動く。そういういろんなものの共通性を持っているがゆえに、その着ぐるみのゴジラは どこにでもあってどこにもないゴジラという現象で見えてくる。うもう一回繰り返すよ。はい、どこにでもあってどこにもないという現象に見えてくるときに私たちはゴジラをに見えてくるんです。はい、我々は現象の中に見出される多様な結びつきの現象そのものの重なり合いを本質として取り出す。CG 画面のゴジラが一歩歩く。 何にも似てない。ゴジラだから。人間にも似てない。ゴリラにも似てない。ゴジラだから。でも、着ぐるみのゴジラは、人間にも見えるし、猿にも見えるし、ゴリラにも見える。はい、だでから、なおさら修正しつつ、我々はそれをゴジラだと思おうと努力する。そのことによって、ゴジラのイメージができるんだよ で、ゴジラというのは面白いことに、これ、シリーズを重ねつつ、時代の変化等々